ではどうぞ。こんばんは、ラーメン大好きガーソーさん、ガーソーです。今回は福岡でマー油といえばの博多新宮高宮本店、こちらをご紹介させていただきます。まずは写真と動画でいただいたラーメンをご紹介させていただいた後に、後半で博多新宮についてより詳しく解説させていただきますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。ではどうぞ。博多新宮高宮本店は福岡市南区高宮1丁目 4-13 にあります。営業時間は12時から15時、定休日は月曜火曜です。博多新宮高宮本店は福岡県道31号線別名福岡筑紫野線沿いで、西鉄平尾駅と高宮駅の間近くにコインパーキングがあります。創業時から自家製麺を謳われているお店です。マンションの1階にあり、落ち着いた雰囲気なんですよね。お昼のみ週5の営業となっております。南側にあるコインパーキングに車を止めて、お店の中に奥に長い店舗で正面に券売機が設置してあります。券売機の上にはラーメンなぎとのコラボカップラーメンが飾ってありました。今回は基本の白豚骨トロトロ半熟卵とチャーシュー丼を注文しました。炙りチャーシュー丼はテイクアウトもされています。券売機の奥にはカウンター6席、向こう側が厨房となっていて、入り口側にもカウンター席が3席あり、その上には今まで来られた有名人の方々の写真が飾られています。入り口入って左側には製麺機が置いてあります。卓上にはお火や消毒用アルコール、胡椒と紅生姜が置かれています。谷は博多新風特製スパイスというガラムマサラっぽい激辛スパイスもあります。トッピングもいろいろ揃っていますが、ラーメンは白黒の2種で、今回はこちらの組み合わせで食べさせていただきます。まずは白豚骨トロトロ半熟卵。見た目から濃厚そうですが、豚頭と原骨を使い炊き上げたブリックス12くらいという本当に濃厚な豚骨スープで、豚骨の良い香りがします。具材は厚みのある炙りチャーシューとネギ、キクラゲ、そしてトッピングの味玉で、シンプルながらもボリューミー、このチャーシューの厚みがいい感じですよね。麺は自家製で24番にちょっと圧をかけて平打ちにしてあり、すすりやすく喉越しが良い麺になっています。スープはとろみがありながらも臭みはなく、綺麗に乳化していて飲みやすいんですが、コラーゲンたっぷりで口の周りがベタベタになるほど、タレもしっかり効いていて実にうまいです。チャーシューは脂身と肉のバランスが良く、炙ってあるので香ばしさもあります。半熟卵はトロットロでめちゃくちゃうまいです。食べながら味変で特製スパイスを投入。これが辛いんですが、スパイスの風味が加わってバリうまでした。麺がうまくてあっという間に完食してしまい、替え玉を追加注文。自家製麺だからか麺がやたらうまい上に100円というのが嬉しいですね。今回は普通麺で注文しましたが、気持ち固め替え玉で食べてもめっちゃうまいですね。合間にチャーシュー丼もいただきましたが、この炙りチャーシュー丼、別格にうまいので、ぜひ食べてほしい一品でした。美味しかったので、ついついスープまで完食です。日を改めて、博多新風といえばのマー油入り黒豚骨を食べに再訪問しました。この日は炙りチャーシュー丼も注文していて、この特製スパイスも癖になっています。今回注文したのがこちらになります。
まずは黒豚骨とろとろ半熟卵、いわゆるニンニク焦がし油のマー油入りで、熊本は人吉の有名店羽織で修行された神風高田大将渾身の一杯です。福岡に新しい風をとオープンされた博多神風のこれが神髄ですね。長時間かけて仕込まれる麻油は香ばしく、ニンニクの風味もガツンとしていて、どこか優しい甘みとコクが感じられめちゃくちゃうまいです。具材は白豚骨と同じなんですが、麻油入りの豚骨スープと一緒にいただくだけでまた違った美味しさを感じますね。チャーシューは相変わらず厚切りです。この麻油入りの濃厚豚骨スープに自家製麺がまたよく合っていて、やや平打ちにされているからかスープとの絡みが抜群です。炙りチャーシューと焦がしニンニクの相性もバッチリ。半熟卵は相変わらず完璧なトロトロ具合、キクラゲのシャキシャキ感も良いアクセントになっています。そして今回も炙りチャーシュー丼をいただきました。細かく刻んだ美味しいチャーシューにタレとマヨネーズが絶妙すぎます。そして今回は替え玉をあえてやわで注文。個人的な好みの話ではあるんですが、やわだとめっちゃコシが出ててうまかったんですけども、普通とやわの間ぐらいが私の好みでしたね。とはいえここの自家製麺はマジでうまいので替え玉もおすすめです。うますぎてスープまで今回も完食してしまいました。黒ラーメンとチャーシュー丼バリうまでした。博多新風高宮本店、どれも大変美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、いかがだったでしょうか。博多新風高宮本店、めちゃくちゃ久しぶりに伺ったんですが、めっちゃうまかったです。まずは博多新風の歴史について語らせていただきます。博多新風の大将高田直樹さんは春日市の一流というラーメン屋さんが、まあ、ご実家でいらっしゃいまして、で、4人兄弟の三男でいらっしゃるそうなんですね。小さな頃からラーメン店の営業を見て育ったので、まあ、自然と飲食業界に、まあ、進むという決意をされて、高校卒業後は調理師専門学校に入学されたそうです。卒業を間近に控えた頃、ちょうど就職活動されていた時期にお母様が病気で倒れられて、人手が足りないということで、実家のラーメン屋である一流さんに入られて、そこから3年ほど修行されたそうです。ラーメン職人としての基礎ができたと自覚した頃から、自分なりのラーメンを出したいということで、いろんなお店を食べ歩くようになられて、そこで熊本県人吉市にある人気のお店、羽織ラーメンと出会います。人吉市の羽織ラーメンは1958年創業の老舗で、とても有名なお店なんですね。神奈川の南津亭さんとかですね。まあ、神風さんももちろんそうなんですけれども、そのラーメンを学びにいろんな方が修行に来られているという、まあ、地元でも長年愛されているすごいお店なんですけれども、高田さんは食べてその場で弟子入りを志願されて、その志願してから1ヶ月後にですね、3ヶ月間だけなら修行してもいいですよっていう許可を得て、それから3ヶ月死に物狂いで修行されたそうです。そうして3ヶ月が過ぎた後に、博多に新しい風を吹かせたいという思いで、博多新風と名前を付けたお店を今の高宮本店の場所にオープンされました。それが2005年3月のことになります。そこから2年後の2007年に全国ネットのテレビ番組おいしんぼラーメン堂、こちらの番組内において準優勝されて全国的に一躍有名になられます。その後、キャナルシティ博多のラーメンスタジアムやデイトス博多の麺街道、大阪梅田の駅地下の商業施設や、岡山駅近くの商業施設など、順繰りにいろんなところに出店されていって、現在は東京都千代田区の日比谷グルメゾン、この中のラーメンアベニューというラーメン屋さんが集まっているところに、博多新風さんが出店されていたりします。すでに17年ほど営業されてらっしゃるので、博多新風で修行されて独立された方もたくさんいらっしゃいまして、福岡では熊ちゃんラーメンや二代目健之助、そしてラーメン至福に麺屋大尊さん、大阪に麺匠ゴリ松、鹿児島で麺屋一名など、まあ、主に九州、西日本含めてなんですけれども、あちこちに修行された
お弟子さんがいらっしゃると。そういうお店なんですね。さらに、麺屋大尊と麺匠ゴリ松さんは、博多新風さんから麺を仕入れています。ラーメン店主さんの間でも人望が厚い高田大将ですが、高身長のイケメンだからというだけではなくて、実際にお弟子さんとして支持された方たちからも慕われているっていうことからも、その人格の良さが伺えますね。少し前にニュースになっていましたが、2020年7月、熊本南部大水害で被災された河原井ラーメンさん。本当にひどい状況だったそうなんですけれども、そこで休業されてですね、そこから、地域の方や、通ってらっしゃるお客様、そしてもちろんそこで修行されたお弟子さんたち、約10人ほどいらっしゃるそうですが、様々な、支援をいただいて、今年のですね、2022年1月11日に見事復活をされたと。そういうニュースがありまして、もちろん高田大将もそのために大変なご尽力をされたというふうに伺っています。師匠も弟子も、またラーメンをやっている、まあ仲間としてもですね、店主さんたちそれぞれの関係も大事にされている高田大将ですが、その大将の思いが詰まった、まあ、ハオライの系譜でもある、博多新風の麻油入り黒ラーメン。まだ食べたことがない方は、ぜひ一度お試しいただけたらと、そのように思う次第です。では、今回の動画、いいねと思ってくださった方は、チャンネル登録及び高評価いただけますと、今後の励みになりますので、よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。